はようございます、京平です。よろしくお願いします。今回も、この3人ゲストに来ていただいてちょっと討論トークをしたいと思います。じゃあ一番向こうから神戸キングスクロス、キングスクロスベース藤村くん、はい、奈良ネバーランドレオナくん、お願いします。で、心斎橋バロン和樹くんです。お願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、この前もね、討論取りましたけど、もう一本だけせっかくなので取ろうと思ってて、で、今、フジムが火を消したタバコの話をちょっとしたいかなと思ってます。まあ、2020年4月から基本的に原則屋内禁煙というまあ、ね、法律が決まりまして、まあ、今取ってるのは2月の頭なんですけども、あと2ヶ月ぐらいで法律的に禁煙になります。まあ、まず、まあ、これもちょっと決まっちゃってることなんですけど、先にこれについて皆さんどう思いますかっていうのをまず聞こうかなと思ってて、まあ、どう対策するというか、もう個人的な意見でもいいんですけど、どう思ってますか。じゃあ、藤野から。僕タバコ吸うんで、普通に嫌。お酒とタバコとか音楽って、うん、俺の中では一個なんで、セットっすね。なんかだからたまにこの禁煙のライブハウスがあるけど、やっぱライブ中とかにわー今タバコ吸いたいって思う瞬間があるときになるから、俺は嫌、普通に。レオだわ。かわいそうやなと思うんですよ。僕吸わないですよね。愛煙家の人が。もうほんまに別に僕タバコ嫌いじゃないんですよ、その周りで吸われても、うん、あまりにもかわいそうやから、うん、もううちも禁煙だったんですけど、かわいそうやなって。優しいな。いやかわいそうでしょ。どんだけ嫌がれるん。でなんかめちゃくちゃ狭い喫煙室で、あれすごいよ、もうあれ見たら、なんかもうすいませんすいません、どの煙吸ってるかわからないですけど、誰の煙入ってきてんだろうみたいな。ほんでそこまでして吸わなあかんねやとも思うんですけど、かわいそうやな。カズキは？俺も吸うんで、タバコ。ほんまに藤本くんの意見、ほんまそのままってんだよ、これ。ライブ中やっぱ、ライブハウスってなんかもうタバコの匂いのイメージなんですよ、俺。昔から。まあ、ちょっと壁黒くて、みたいな。なんか、まあ、かわいそうっていうのも、自分も吸ってるけど、なんか、吸わん人からしたら嫌な人も多いんで、やっぱ。あれですけど、あの、電子タバコあるじゃないですか。あれもあかんのって思って、最初。あれ政府の時代あったよな。ほんでなんか出だしの時はそうほんでいつの間にかなんかタバコも電子タバコも加熱式があかんみたいな。じゃあこれもなんなんみたいな、禁煙になってか、やっぱお酒のむしろ減ったっすね、お酒の出る量が減ったバーの、あのライブハウスで、おうおう、なんかみんなやっぱたまってこう喋りながらタバコ吸って、バーに人がおらんくなったさ、あんまり喫煙所に、そう喫煙所行ってしまうから、それはほんまにそうか、うん、なんか缶ビールとかもなんか自動的にこう出てるぐらいの勢いで、うん、私たち全然人おらへんな。やっぱ音楽、酒、タバコってね、リンクしてる、イコールライブハウスみたいな、うん、確かにね。まあ、これはね、俺 もう国が完全にタバコというものをなくそうとしてる感がすごいあって、うんうん、で吸うやつは本当にもう隅っこで、悪ですよね。そう、他人に迷惑かからないように、でかつ税金もいっぱいもらいますよっていう、なんかこう、なんだよ、俺は潔くもうタバコ禁止にしてくれたらいいのになって思って、違法やもんな、それやったな。いや俺結構思ってんねそれは、うん、で俺はそれを感じたから2年前にタバコやめたいの。あ、でも確かに昔吸ってた。昔吸ってた。ね、全然吸ってたけど、このまま吸っても肩に狭い思いするだけやし、うん、まあ、ここまで予想してなかったよ。そのライブハウスも全部禁煙になるとは思ってなかったけど、いずれどんどん吸う場所は少なくなるやろなと思って、なんかね、海外に旅行行った時とかに思う。あ、もう。本当に喫煙所なくて。あ、そうなんや。まあ、空港とかであの大きい施設はあるけど、ホテルとかでももう基本的に吸えへんし、だから日本がちょっと遅かったよね。あ、なるほどなるほど。禁煙に関して。うん、だから海外行った時にもうタバコ吸うとこ探すために観光地選ぶみたいな、うろうろこう行って、なんかその時間とかももったいないなと思ってしまったんよね。でこれが日本にも来るし、まあ、いずれ吸えるとこも少なくなるやろなと思って、うんうん、まあ、仕方ないけど、もう少し俺は喫煙者に対しての配慮というか、うんうん、かわいそう、かわいそう、マイノリティを守る、うん、言ってしまえばやっぱライブハウスとかさ、音楽聴く人とかさ、うん、まあ、そうタバコ置いといてもやっぱまあ少ないわけや、うん、元からそんなこの200キャパのライブハウスに来る、うん、人なんてライブハウスなんて行ったことないっていう人の方が多いね、実は、ね、うん、俺らはずっとこのおるから、そうおるから周りがみんな普通でライブハウス来いよって言ってるけど、うん、多分ランダムに街歩いてる人100人若者集めたら、多分ライブハウス行ったことあるっていう人2、30人しかおらんと思う、うん、そうね、フェスとかはね、みんな最近あれやから行ってるかも、そうだからなんかね、そこを守ってほしかったなとは思う、うん、実際俺も、うん、はい、まあそんな感じなんですけども、うん、もう法律で決まっちゃってまして、あと2ヶ月後4月1日から、うん、まあ、屋内全面禁煙になります、うん、でこれで各店舗、まあ一応、オーナーブッカーブッカーかななんですけども、店舗どういう対応するのかなと思って、それをちょっと聞きたいなと思ってます。じゃあ神戸キングスクロスどうしますか。考え中です。考え中いろいろまだ決まってない。全然決まってない。
うちしかも例えば外で喫煙できますみたいなことを作ろうとしてもうち地下のライブハウスで上はもう外大道路やから、うん、喫煙所まず作れないからどうしたもんかなっていうのはずっとちょっといろんな人の意見を聞きながら考えてる。でかつあれよね、もう発表もしてるけど、そうそう来年の6月に閉まるから新しい金使って喫煙所作ってんのなんてのもあるし、うんうんうん、あじゃあ対応を考え中退。はい、ならネバーランドはもううちは館内は禁煙になりました。あもうなってんのっすね。もうあのことだけ。え、いつ、いつから、年明けから。へぇ、今年入ってから。今年入ってからもうホールと機材の置いてるステージの部屋は禁煙になりました。楽屋は吸いたい人はは外っすね。お客さんは外っす。外申し訳ないですけど。でもそんな敷地広いんで。そうね。でもほらネバーランドって有名なバンドも来るやんか、はい、その200人とかソールドアウトするような時も外でみんな吸ってんの。そうですね。おえそれえぐない。そんないないっすよ。でもなんか、まあ、んねや、あれソールド案件は禁煙にしてるのもちろん。ああ、うん、危ないっすかね、うんうん、そうね。変な言い方っすけどソールドアウトする結構そのメジャーなアーティストのお客さんはあんま吸わないっすね。ああでもそれでもそれもさっき言ったそうかも。より一般の人たちが来てるから、ね、その中での喫煙者ってすごい少ないんかもしれない、うん、吸ってて 2,3 人とかで。あ、ソールドでも。ソールドでも全然減ったよな。めちゃくちゃ減った。減ったっすね。ほんまに根本的に減ったっすね。こんなだけな。迫害されたら。迫害されてやめたから。そのままや。じゃあまあ、ネバーランドは今、継続禁煙。継続禁煙です。で、外で。はい。はい、でじゃあ、心斎橋バロンは。バロンはね、あれ、2、3年前に1回禁煙にはなったんですよ。バーフロア、あ、これバーカウンターと、ああもう全部、うん、ともうあのフロアが1回禁煙になって、その時事務所もまあ禁煙になって、でもあのちょうど入り口出たところにあのテラスみたいなのがあるんですよ。あのああ、あるね。アコがあるおかげで、今はアコあってよかったなと思うんですけど、アコだけ一応今喫煙、うん、お客様も喫煙してて、うん、あの箱、それがなかない箱も多いんで、うん、系列でも、うん。あれあってよかったなって初めて思ったんですよ。え、どうすんのその4月1日以降。アコのスペースどうなるんですかね。あ、まだ待って、屋外になる。屋外やからもう別にもう大丈夫な。まあ、ここが多分オアシスになるんじゃないですか。ああ、そっかそっか、屋外か。だから楽屋とかどうしようなみたいな、うん、なんか作るスペースもそんなありへんし。確かにね、喫煙ルームを。バロンはたまたまこう、たまたま設備がそう、あれが、まああれもビルの、なんていうんですか、そういうスペース。そうそう、けどまあ、ここでとりあえずまあ対応はできるかなって。グローリーどうしてる。グローリーは今はホール内禁煙はもうオープンの時からも禁煙だ。ああ、そうやったな。8年前から機材保護的なの。いやいや、もうその当時からちょっとその禁煙化の波がちょっとずつあったから。じゃあもうそのそうホール内禁煙でバーフロア喫煙化ってしてた。バーカーははいはいはい。でそれも禁煙にします。お決外もう決めてて、で外の駐車場、そう、うちはたまたまそれこそバランと一緒で、外に駐車場が今6台止めれるスペースがある、うん、まあ出演者専用の、うんうん、でその6台中サイズは分からんけど何台分か潰してあそこにちょっとプレハブ立てて、ああ喫煙所を作ろうと思って、ただ何十万もかかる。まあそうね。いやいや、いやなんかねあれね、いや実はそういうところもなんかいろいろあるらしいよ。その単位分からへんけど、吸い込みの強さがどうとか、その窓がどんだけないとダメとか、なんかいろいろあるらしくて、だからそれやっぱ適合してるやつをポンと買っちゃった方が早いし、で、あとこれは原則半額補助金が出るんですよ、国から。半額でんねや。そうだ、例えばネバランも駐車場あるやん、あそこに建てるってなったらその半額出るんで、で上限が確か100万円やったかな。だから多分200万円のものを建てるってやったら100万まで出る。50万のやつ建てたら25万は出るっていう感じやから。屋根さえあればな、別に。そう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 。部屋じゃなくて。雨の時に、そうですね。あ、そうやね。だからネバラも外やったら。揺れながら吸ってますね。でもなんかあれ、ちょっとそのさ、部屋じゃなくても屋根だけあるみたいな。柱だけあって。そうですね。うん、あれで全然。全然いい。例えばそれが10万円やったとしたら5万まで済むから。まあ、そこちょっとぜひ検討してします、うん、はい、という感じで、まあちょっとね法律も変わりますんで、これを機にタバコをやめる人もいるでしょうし、ライブハウスでなんでタバコ吸えへんねんっていう人もいるでしょうし、ライブハウス行ってタバコの煙を吸わずに済むっていうね、まあ、人もいるでしょうし、まあいろんな反応があると思いますけども、法律がねそういう感じになりますので、各店舗対応を迫られてる時期ということで、今後のライブハウスの動向に注目してください。はい、はい、という感じでね、まあこの各3人のライブハウスとかツイッターとか貼っておきますので、ぜひ見てほしいです。でこういう話もしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録そして高評価ボタンよろしくお願いします。これに対しての意見もねありましたらコメントぜひ書いてください。じゃあ今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。